現チャリの出荷台数は40年で10分の1以下に1年現在、コロナ禍の影響でバイクを移動手段にという理由からバイクの売り上げが伸びています。しかし、その恩恵に預かっていない車種が 50cc 以下の原付一種、いわゆる原チャリです。コロナ以前、バイクは売れないと言われてきましたが、日本自動車工業会によると、51cc 以上のバイクの売り上げは、実はここ10年間で横ばいです。しかし原チャリは、010、平成の3万147台から、019年には13万86台まで減少しています。およそ40年前、1980、昭和55年の万台と比較すると、その数は10分の1以下にまでなっているのです。原チャリといえば、普通免許でも乗れて燃費も抜群、デリバリーなどの仕事用としても多く活躍しているなど、日常生活と密接に結びついている存在です。しかし、大手バイクメーカーはラインアップをどんどん縮小させており、今後も売り上げが減っていけば、近い将来、原チャリがなくなってしまうこともあり得るでしょう。1年現在、大手バイクメーカーの原チャリのラインアップはどうなっているのでしょうか。ラインアップの縮小により、昔では考えられないようなことも起こっています。ヤマハの人気モデルにホンダの刻印、以下、メーカーの出荷台数順にバイク大手の原チャリのラインアップを注目車種とともに見ていきます。電動モデル含む、競技用モデル除く。黒丸第1位、ホンダの原チャリは、スーパーカブシリーズのほか、スクーターには、ジョルのタクト、ビジネス向けのベンリーシリーズ、三輪のジャイロシリーズがあり、計13車種をラインナップ。これは4大メーカーの中で最も多い数です。中でも、ひときわ個性的なフォルムなのが、ジョルノです。誕生したのは199、平成4年のこと。丸くて可愛いというテーマのもと、若い人をターゲットに開発されました。発売当時のストロークから現在は4ストロークに変更されるなどスペックは変わりましたが、独特な可愛らしい丸みを帯びたボディは健在。さらに最近ではスマートフォンを充電できるホルダーが標準装備されているなどしています。黒丸大E、ヤマハ発動機ヤマハの原チャリは、B のジョグ、ギア、そして電動モデル EB の計4車種です。ヤマハの原チャリの中で最も有名なものといえば、ジョグシリーズではないでしょうか。1983、昭和58年から38年間、日本メーカーの中で最も長く販売されている原付スクーターです。ただ、ジョグシリーズは018年発売のものから、ホンダと共同で製造されており、ジョグのエンジンには実は、ホンダのロゴが刻印されています。これは、ホンダとの原付一種における協業の一環。かつて HY 戦争と呼ばれるほど、ライバルとしてしのぎを削った両者が、原チャリの縮小を受け、手と手を取り合ったのです。ちなみに、B のは近年、アニメ、ゆるキャンの主人公が乗ることで話題になりましたが、これも現在はホンダ、ジョルノがベースになっています。